案57から1903案57型は、ポーランドの鉄道事業者である、PKP の低床プラットフォーム対応の電車である。近郊及び長距離の列車用に作られた。現在は、PKP から分社化された、地域交通車、グダニスク近郊の快速都市鉄道車、マゾフシェ県鉄道車の3車で使われている。地域交通向けの案十七型は、 週55型を元に設計された。週55型はポーランドで作られた最初の編成ものの電車であった。アン57型はブロツワフにあるパフォワッグ車で製作された。1962年から製作され、製造が終わった1993年までに1412、編成が生産され、大部分が未だ運用中である。 初期の第1編成から第130編成には一等客室が設けられていた。結番の後に続く第601編成からは二等車のみとなった。第1114編成からは車体側面のリブが省略された。第1825編成までは全面三枚窓で,である。結番を経て、第1900編成から第1953。 編成までは運転室が拡大され、週58型に似た2枚窓の全面デザインを持つ。また、このグループからは、デッキと客室の間のドアがなくなり、仕切りの壁もガラス製に変更された。3両1編成で構成され、両端が制御付随車、中間が電動車である。中間車は、出力1 4 5ット。 または 175kW の主電動機を4機備える。制御付随車のうち、RA 車には空気圧縮機が、RB 車には蓄電池が取り付けられている。ドアは各車側面に両開きの自動引き戸が2組ずつある。各車の客室はデッキで仕切られた3つの部分からなるが、制御付随車の客室は2つずつで、あとの1つずつは、 荷物スペースとして考慮されていた。便所は各社にあったが、中間車のものは、周囲の電気系統からの出荷が相次いだことから撤去された。案57型は、シャルフェンベルク式連結機により2編成、または3編成を連結した、総括制御が可能である。二等車のみの場合、編成あたりの座席定員は212名である。 本来の制御方式は抵抗制御であるが、直波制御に改造したものも存在する。2006年からは、欧州連合の資金協力により、車両の近代化更新が始まり、第2001編成以降に改版された。リクライニングシートや、客室への防犯用ビデオカメラが設けられたほか、移動制約者用に、便所への警報や、一部ドアへの車椅子リフトも、設置された。 2008年には、主電動機が1機 250kW の誘導電動機に換装されたものも登場した。1964年には、当時のユーゴスラビアに輸出され、現在でも、数編成化は、クロアチアとスロベニアで運行されている。ありがとうございます。